イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。まずはどこだ。ここね、西の鍵を探す。綺麗な森なんだよな、ここは。なんかドルイド的な何かがいそうだな、この先。これはなんだ。まず食事食べよう。そう、鎧ちょっと変えましたわ。ね、今ホワイトストレイクの騒乱で、手に入るスタイルページ、名前なんだったっけな。デュフォート家の石の建物。鍵はきっとこの中だ。あそこには何て書かれてる。デュフォート家の畑石だったかな、うん、どれどこに書かれてるって。これか。なんだろう。あ、これか。フェニーミの居住地。この家に入っていいのは姉妹だけ。聖なるタンナの葉を、島の中心に最も近い台座に置け。私の姉妹のショールを、騎士の剣が決して錆びない台座の上に置け。裏切り者の、なんだろうこれ。カツタン、うん、わかんないけど。ドブたちが死ぬ台座の上に置け。裏切り者の名に呪いやれ。うん、台座か。ここの低い台のことだろう。もうショールは置いてある。あとはタンナの葉と裏切り者のカッタンを見つけるだけだ。カッタンか。それはどこにあん、近くにあんのか。あれだな、聖なる葉。いや違う、カッタンなのこれ。あ、違う、タンナの葉だ。はい。で、この上の方になんかクエストあるね。これだ。買ったん。ハト買ったんだ。まずは葉から始めよう。島の中央に一番近い台座に置くんだ。島の中央に一番近い台座。島の中央に一番近い。これだな。よし、
次はカッタンだ。カッタンね、うん、これでしょ。扉は問題ないらしい。やった、よし。こ入っていいのね。調べられない。これ姉妹が住んでるんだしょ。あ、ちょっと待って。フェニミの呪文書。シストレス姉妹の仲間の海賊たちにも才能はあるが、私の特殊技能がなければ成功することはなかっただろう。私はアルケインの達人で大きな実績のある魔術師だ。私の力がなかったら追跡を逃れることも、大型艦船を、繰り返し撃破することもできなかったはずだ。この呪文書は私のライフワークだ。この中には私の、住居や新たに建設された私たちの宝物庫を守る保護の呪文を集めてある。その他に、戦闘用の呪文や、防御の呪文、隠蔽の呪文も入っている。私の分の宝物庫の鍵をしまった金庫にも、保護の呪文をかけなければいけないのだが、もう時間がない。すでに私の、感知呪文は、ファマザとアルティンウェが私や、フェラを裏切ろうとしていることを告げている。ファマザが私たち姉妹の絆を盗賊の男のために破るつもりなら、これがどうなろうと責任は彼女にある。一連のアルケインの記述が続いている。フェニミの、私的な暗号で書かれているらしく、魔術師ギルドの熟練の魔術師にも解読が難しいだろう。なるほどね。ここに鍵が入っている。これで3つ揃ったぞ、うん、宝物庫に戻って確かめよう。よし、確かめよう。で、その宝物庫どこだっけ。これか。これはメインクエストだね。ちょっと先にやってしまおうかね、こっちを。で、なんかクエスト受けれるから、ちょっと受けていくか。ラハドへの指示。ラハド死んでいるのか。地図のかけらは私が示したホエールフォールの壊れた船体にある小さな宝箱の中に隠されているという話だ。だからかけらを手に入れたらなるべく早くそこから出てこい。手に入れたディフォート造船所にいる私のところに持ってきてくれ、エシュマンディン船長。なるほどね。それはこれか。ちょっと寄っていくか。じゃあ誰かいるぞ。何考えてんだ、誰も島から出られない。レンダノール、バカなブレトンがゴミをかき集めてるのを見たか。ローナ・ジョルバンヌって女だ。ホエールフォールへ行くためにイカダを作ってる。俺はアメノスで長いこと囚人をやってるが、逃げ延びた奴はいない。やられるだけだ。なぜ彼女はホエールフォールに行きたがっているんだ。監視のゲームにパートナーのアントンが選ばれたからだよ。監視はあの島で囚人狩りを楽しんでやがるんだ。ひでえことじゃ。アントンが囚人狩りを生き残れるとは思えないんだってよ、うん、生き延びると自由になれるって話だし、置いていかれたくないだけかもな。なぜ彼は生き残れないだろうと言っているんだ。戦いに向いてないからさ。なるほど。詐欺でここに送られたって聞いてる。笑ってやりたきゃ西の海岸でローナを探しな。今頃ガラクタ集めてイカダを作ってるんじゃないか。協力したら見返りに何かもらえるかもな。ローナ・ジョルバンヌを探してアントンの救出を手伝おう。ブレトンを助けるつもりか。アントンを救うのは容易じゃないぞ。金を渡されたら本物か調べろ。詐欺師は信用できないからな。あいつに会ったらよろしく言ってくれ。じゃ頑張って海を渡れよ。アメノスには長く住んでいるのか。ああ、何年もな。隅々まで知ってるぞ。自分なら出し抜けるって考えてアメノスに来るあらゆる種類の人間を見てきた。それで俺が何を学んだかわかるか。出口はないってことだ。そいつらはみんな死んだ。なるほどね。なぜ来たんだお前は、ここに。
ああ、この話をするのはうんざりだ。監獄島に来たやつは必ず最初になぜここに来たと聞く。何十年も前の犯罪が俺の全てじゃないってのに。まあいい、俺はブレトンの町を丸ごとスキーバーに変えたんだ。大したことじゃない大したことだろ。どうやったんだそれ、なぜ。うんざりだって言ったよな。ブレトンの町、俺が現れた。スキーバー、そしてアメノス。俺の物語は以上だ。ホエルフォールについてもっと詳しく教えてほしいんだけど。俺が来た当時はアメノスの監視が訓練場に使ってた。隔離されてて囚人の鎮圧方法を学ぶには格好の場所だからな。俺の処理が終わり、ジャングルに追放されてしばらくしてから島でのゲームについて噂が流れ始めた。なるほどね。このゲームについて教えてくれないか。よくは知らねえよ。これまでに戻ってきてその話をしたやつはいないんだからな。自由を報酬に囚人を募集してる。狩りを生き延びれば自由が手に入るってな。だがいつまで生き延びればいいかを奴らは言わないんだ。なるほど。出す気ないんじゃないの。他にローナ・ジョルバーヌについて話せることあるか。脱走の妄想以外にか、うん、ローナは新入りのはずだ。前は見かけなかったからな。俺はアメノスのジャングルにいる奴は全員把握するように心がけてるんだ。覚えておけ、あの女はペテン師だ。人を騙してゴールドを払わせるのが得意なんだよ。せいぜい気をつける。分かった、ありがとう。お前も気をつけるよ。ここに住んでるやつがいるな。さっきのやつか。いやでも二人用だからね。ローナとアントンがここに住んでたのかな。そんな感じだね。誰かいる。ベレティン・クリアン。水辺で獲物を仕留めたらすぐに何かで包んだ方がいい。獲物を放っておくとオルナウグにすぐ盗まれちまう。ここの民はそう言ってる。なるほどね。なんか狩人っぽくていいね。なるほど、ここにクラフト施設がある。これは何のクラフト？あ、ドルイドの編み込みだね。全部、すべてのセットを使うただもう見てください、もうリソース系がもう爆上がりするんですよ、これがね。だいたい一つで3000近く各リソースが上がった気がしたな。面白いね、こういうのが今後あってもいいな。その代わりやっぱりね、ちょっと飛び抜けた性能であってほしいよね、うん、微妙だなってなっちゃうとね。これはシストレスの歴史。あ、シストレスの歴史を見ていくみたいなのをちょっとどっかでやりたいね。一回読んどこうか。一回読むか。あの、読むというかこうこうしとくと、あの蔵書庫に入ってくんで、うん、全部調べればだから全部ね順番に見返せるよと。さて来たけど、あれか、何かあるな、あそこに。オエルフォールいたね。ローナ・ジョルバン。アントン、生きてこの破片に価値を与えて。で、アントンは？あなたもイカダをけなしに来たの？聞きたくないわ。私はホエールフォールに行って戻りたいだけ。危険なのは分かってるけど、パートナーのアントンがあそこのゲームに選ばれたの。生き残れるタイプじゃないわ。なるほどね。このゲームについては聞いた。何を知っている？映像で耳にした噂くらいよ。どの監視がやってるのかは誰も知らない。
選ばれたらホエールフォールに出発ってこと。放たれてそいつに追われる。なるほどね。生き延びた場合は自由が約束されてるらしいわ。怪しいと思ってるけどね。そうね。なぜアントンは生き残れないと思うんだ。私たちは人を口先で説得してゴールドをもらう仕事をしてたの。まあ詐欺師ってことだな。とてもじゃないけど戦いが得意だとは言えないわ。アントンが狩人を相手にして長生きできるなんて思えない。一緒に来てくれない？護衛が必要なの。持ってるコインをあげるから。分かった。ホエールフォールに向かってアントンを救出しよう。計画はこうよ。イカダでホエールフォールまで行ってアントンを見つけて逃げる。うん。こうして行ってみると計画なんて呼べるものじゃないか。そうだな。でも急ぎたいの。あの人は賢いけど決して強い人じゃないのよ。うん。ホエールフォールについてもっと詳しく教えてほしいんだ。ここの西にあるあの小さな島よ。名前の由来はよくわからない。クジラと何か関係があるんだろうけどね。クジラが落ちるっていう意味だよね。あそこでは看守が映像の囚人でゲームをするの。囚人を放ちその後追いかけるカーリュードを送り込むのよ。うん。報酬は自由だと言ったな。そう言われたわ。うん。でも私は今までの人生を犯罪者や悪漢なんかのそばで過ごしてきたわ。そんな私でもホエールフォールから解放されたなんて人には会ったことがないの。自由になれるっていうのが事実なら一人ぐらい出くわすはずでしょ。まあね。でも世界は広いからね。なぜアントンはホエールフォールでのゲームに選ばれたんだ。アントンのことは兄弟のように愛してるけど時々必要以上に目立つ行動をするの。手先の早業を見せびらかすのが好きなのよ。なるほど。映像送りになった後アントンはある看守と仲良くすることにしたの。オリビアって名前だったわ。うん。でそのオリビアと何があったんだ。当然アントンは彼女を騙してたわ。なるほどね。何かを手に入れようとしてたんじゃないと思う。ただの暇つぶしよ。でも彼女は手だれの女たらしにまんまと引っかかった。それがバレてアントンの名がホエールフォール行きのリストに載ったってわけね。なるほどね。で君たちはどうやってここに来たんだ。映像からこっそり出入りするのは難しくないわ。それに囚人がジャングルに迷い込んでも誰も気にしないみたいだしね。アントンが看守に引きずり出された瞬間これは長く持たないって分かったわ。だから彼を追って映像を出たの。なるほどね。イカダをどこから持ってきたんだそれ。自分で作ったの。なるほど。なかなかのものでしょ。泳いだら死ぬのは分かってるから浮くものを片っ端から漁ったわ。この辺りの塩は何でも粉々にするの。だからガラクタは選び放題だった。あとはバラバラにならないよう祈るわ。そうね。でなぜアントンとアメノスに来た。ああ言ったと思うけど私たちはペテン師なの。うん。ちょっとこっちに気を取られてる隙にお財布がなくなっちゃう。大したことないでしょ。大したことだよ。まあアメノスに騙されてくれる人はいなさそうだけど今回は標的を間違えたみたいでね。標的誰だそれは。ハイロックの貴族よ。フェザーバンズ教とかなんとか。私から見たら貴族なんてみんな同じよ。昔ながらの偽物を売る詐欺を仕掛けたの。召使いが鑑定人を呼ぶまでは順調だったわ。古代の魔法のオーブが色を塗ったガチョウの卵だったと聞いて彼は激怒したわ。それで貴族はどうした。ちょっとした騒ぎになって最終的に捕まってしまったの。逮捕されたのは初めてじゃない。でも領主は見せしめにしたかったのね。教訓として私たちをアメノス送りにした。たとえ愚か者だろうと貴族には手を出すなってね。なるほどね。貴族っていうのは大体はそういうペテン師の標的になりやすいからね。ペテン師へのなんだろうな、こう目が養われているっていうところあるよね。で、あ、なるほどね。こんな感じです。アントンを探す。そうか、メインはこっちか。ここに来た理由は地図のかけらを手に入れると。イカダはうまくいったわね。
内陸に入ってアントンを探しましょう。そうしよう。まず誰かが倒れてる。あそこを見て。木の柱に何か貼ってある。なんだ。ゲームのルール。ゲームには規則があるのね。奥に行く前に話しましょう。うん。ようこそようこそ。私は監修ディナンマニックがオエルホールのゲームに歓迎しよう。ルールは簡単だ。運命の競争者であり、惨めなクズである君は死んだ。君がアリーナに入るのは雨の巣から逃げるためではなく、再び生きるためだ。君は島をうろつく、熟練の狩人たちの追跡から生き残らなければならない。毒矢の達人カリウド・マーカス、北方の恐るべき狂戦士カリウド・キャム、勇猛なる、聖職者カリウド・ギルドナー、不屈の騎士カリウド・ルシア、ブラックマーシュの厄災カリウド・クロウ、何か言ってんな、獣たちの女主人カリウド・ディー、君は島の北端にある、勝者のステージまで生き延びられるか、それとも彼らの手で真の最後を遂げるか、見届けよ。などというゲームらしい。一方的にから追われるんだね。主催者の名前が分かったわ。監守マニックよ。アメノス監獄で見かけた記憶はないけど、ここの仕事が好きみたいね。客のリストを見たか。ええ。見覚えのある名前も二つあった。どちらも裕福な商人よ。こんなところの招待客になるって一体どんなやつかしらね。開けた場所にいるのは良くないわ。どこからアントンを探し始めようか。この文章は北のステージに言及しているな。ええ、私も気づいた。そこに行きましょう。名前を呼びながら島をうろついても拉致が開かないしね。これで目標はできたわ。アントンは隠れ方を心得てるけど、いつまで持つか。いつも彼が人の注意を引いて、私が財布をすってたから。なるほどね。では探し続けよう。アントンは命がけで逃げてる。行き先のヒントを残してるかもしれないわ。彼の行き先を示すようなものがないか注意しながら奥を探して。とりあえずまずは北にある勝者のステージから始めましょう。複数の狩人？ホエルフォールのゲームについて他に知ってることは？噂だけよ。ある人からはここに来た囚人がお互いに戦わないといけないって聞いた。最後に残った人が自由をもらえる約束だって。でも監視は常に囚人を連れてくる。だから誰も勝てないってね。もっと変な話も聞いたことがあるわ。他に何を聞いた？映像で以前は上流のブレトンの一家に仕えてたというエルフに会ったの、うん、私のパンを半分あげたら雇い主がよくホエールフォールへ狩りに行く話をしてたって教えてくれたわ。どういう意味だと思う？ホエールフォールでのゲームは囚人のためじゃないのかも。金持ちの上流階級が必死な人たちを狩るためのものなのかもしれない。なるほどね。ゴールドがたくさんあればやりたいことはほぼ何でもできるからね。ひどいことやってんな。ひっくり返してやろうじゃん。それよ。もっと前に聞けばよかったんだけど、戦いになったら自分の身は守れるわよね。もちろんそうやって大丈夫そうだけど、それだけで生き残ってきた今って。いるね、カレーとギルドの。あんたに勝ち目はないよ。お、なんだその技。その技いいな。何かがある、あそこに。こっちからじゃなかった。モティエール家のペンダント。アントンは伝統に敬意を払う人よ。家族のペンダントを残して去りはしない。つまり
あまりよろしい状況じゃないってことだな。あっちのスカイシャードが欲しいぞ。下の要塞を見て、船の部品でできてる。何？真面目に戦え。このために払ったんだ。抜け出して。この人たちは貴族なのかな。どうやってあそこ行くんだろう。行けるほら。行けません。何か行く方法があるのかもしれない。あ、そうそうそう。ほっ。行けないなこれ。別の道だ。まあ普通に考えたら上からだな。上からだけどさ、ちょっと待って、違うな、これ上からじゃねえな。はい、カリドクロウ、お前の血がこの木々を育てる。お前の血だ、それは木を育てろ。カリュードはみんなここから来てるのね。これだ。ここから来てるってこと？わかった。でも泣かないでよ。ん？なんか今本があったか。緑の大蛇の証言。結構長いねこれ。純変年史家ミネルバカロチョ。カロ、どっかで聞いたことあるね。タムリエルのすべての者がローズの話を知っていると言ってもいいだろう。ブラックマーシュの奥地にある悪名高い牢獄である。あ、なるほどね。ブラックローズ監獄のこと言ってんな。赤ベリの最高顧問はその権力の絶頂期、タムリエルの中で無数の牢獄や係留地を、稼働させていた。その大部分はベルシリュシャイエと、その眷属の死後、廃墟と化したが、一部の民間施設として稼働し続けている。その中でもアメノス監獄島ほど、過酷な環境は滅多に見られない。この暑苦しい開放式の牢獄に、送られた囚人の多くは、追放を受けてから数年、数ヶ月あるいは数週間のうちに病気になって死ぬか、島にあるその他の自然の脅威に襲われて倒れる。しかしこのジャングルの牢獄の中で生き延び、それどころか栄えるものも存在する。それは主に島の大部分を実質的に支配している囚人のギャング団、緑の大蛇である。私は上級王の承認により、ジャングルに入る許可を受け、緑の大蛇の証言を、語学のために記録した。愛する者の、喪失や、消えついえた夢の話を、語った者の中にも語った者も中にはいたが、大部分は紙に記すのがためらわれるほどおぞましい暴力の話を私に、聞きとして話した。しかし仕事のためである。親愛なる読者に、警告しておきたい。心臓の弱い者はここから話す話を読まない方がいい。まずはラットキャッチャーという、ささやき声でのみ話す痩せた汚いウッドエルフから始めよう。俺は紡ぎ手を殺したと彼は言った。そう、紡ぎ手さ。グザードは話をしていた。噂の話を。俺の大王子の、王子か、ニルサリングは釣りホッパーだったが、誰にも悪さなんかしていない。確かに枝は何本か切った。誰だってやってるだろう。ああ、そういうことか。グリーンパクトに反したものを
ツリーホッパーっていうんだね、うん、で生活のためだ。あ、だがあの紬手は、王子がグラを丸ごと切り倒したと歌った。緑に唾を吐きながら、だから俺は思ったんだ、この嘘つきの歌を止めてやるってな。それで奴にバレンウッド式の笑顔を刻みつけてやった。片方の耳から反対側の耳にかけてな。もう一度機会を与えたら、与えられたらまたやるぜ。一瞬も迷わずにな。その後私はノッポのアマネルという意外なほど礼儀正しいハイエルと話した。おっと、そうか。毎回襲われるな。どれだ。彼女は少し前にチビのアマネルを錆びた、錆びた、なんだろうこれ、錆びたなんとかで殺した。ノッポのアマネルの話を出した。ノッポのアマネルの話の出だしは単純だったが、最後の方の展開は不安を抱かせるものだった。私は彼らのことまで アプラックスと呼ばれるものなの。彼女は落ち着いた口調で説明した。サマーセットで法を破ったハイエルフのことよ。通常は追放されてカリアンという私たちが皆持っている貴重な家宝を割られて、森とか下水道とか、アプラックスや、ハルキンドなど追放者が行く場所に住む。いたね、そういえばね。私は追放されてしばらく、私は追放されてしばらく経つ。考えてきたのよ。すぐ湧くじゃん。お前らすぐ湧くじゃねえか。どこだ。考えてきたのよ。犠牲者もいない犯罪と若い頃の愚かな行動のために奪われた特権の数々について。だから私は清算することにした。私は、神木の月のある、涼しい夜、高位司祭の修道院に。お前の血がこの木々を育てる。早いな。忍び込み静かに扉を施錠した。杭までかけてやったわ。それから火をつけた。建物全体を浄化する綺麗な炎だった。誰も出てこなかった。出させなかったわ。私はその すぐ後司法官のもとに出頭した。それで分かったの。宗教組織のメンバーを十数人灰にしたらカリアンを割られる程度じゃ済まないって。まあいいわ、あの場所は嫌いだったから。最後に私はスプリットウィローと呼ばれる、砂の髪をしたブレトンと話した。やってくれるかなこれ。やってくれ。ギャング団の中でも一目置かれる魔術師である。彼の話し方は気味が悪いほど率直で、他の囚人たちの、カライバリよりもはるかに恐ろしかった。結果として私の不安は正しかった。彼は自分の犯罪のおぞましい詳細を即座に語り始めた。人を食うんだと彼は言った。ウッドウィルフがやる冗談みたいな食い方じゃなく、言っておくがこれは全く荒唐無稽である。私は数えきれないほどウッドウィルフに会ってきたが、私と食事を共にした者はいなかった。とにかく俺はナミーラの信者だ。ナミーラの命令と情熱は明白だ。全く恥とは思わない。大いに楽しんでいるし、ナミーラの贈り物は私の知恵の証明だ。どの種族が一番うまいか知りたいかと言い返そうとしたが、彼は話を続けた。ハイエルフだ。プライドと自己満足のおかげで甘い。意外かもしれないが、カジートよりずっと甘いんだ。まだ少しあったはずだから味見してみるといい。この時私は自分の足が許す限り全速力で逃げ去った。そのすぐ後私は船で、出立した。この話に付け加えることはあまりない。もしあなたがジャングルを前にして判決を待つことがあれば、慈悲が下って雨の水害の場所に送られることを願う。あそこは邪悪な地だ。忘れ去ってしまった方が良い。なるほどね。お前の血がこの木々を育てる。さっきも言った。お前が育てろって。これはアントンの壊れた探検。
あの古いナイフで身を守ろうとしたみたいね。だがダメだったみたいな。壊れている。これはアントンのシャツのちぎられたのよ。アントンがアメノスに来てから着てたシャツの切れ端よ。うん、これはアントンじゃないな。この骸骨は。さて、あそこにいる高台よ。どこ？じゃあ最初にこれを調べさせてくれ。放棄された金箱、これをイシマンディン船長に渡せばいい。あ、いるね。その前にやらなきゃならないみたいだな。どうやら。レクよ、見守って。俺のゲームを抜けたいって。俺たちはみんな囚人なんだよ。運命を受け入れろ。よくやった。ここまで来れる奴は少ないんだ。俺の手でゲームを終わらせてやる。俺やってみろ、ザゴメ。これでアントンを助ければいいんだな。大丈夫か、アントン。うん、縛られてはいないんだな。縛られちゃいるな。ローナが助けを送ってくれたんだな。なるほど、君ほど勇敢で屈強なら敵役だろう。カリュドたちはいつ戻ってきてもおかしくない。逃げられるようにこれを解いてくれ。なぜここに来たんだ。ああ、俺の貧弱な生存能力の結果だよ。でも今はそんな話をしてる場合じゃないだろう。拘束を解いてくれよ。安全を確保したら何でも話すからさ。分かった、解いてやろう。そんなおかしな話し方でよく女を騙せるな。でどうすんだ。安全な場所まで合流すればいいんだな。よし、任せる。宝箱あるの。エクからの贈り物だね。だね。アントン、頑張れる？これ道なの？両足を縛られてたってお前に勝てたさ。中道なの？退屈で仕方なかった。退屈続きで死にたかったのか。願いが叶ったな。岸が見えた。イカダは近くよ。ここの近くね。はい。一体アメノスのどこでイカダを見つけたんだ。作ったらしいよ。よし、出てしまえばいいんだな。これだ、このイカだ。今見たらよくこんなんでこれだな。本もねえのに。
一度だけこの苦境から助けてくれ。いいわ、つけにしておく。監獄に送られて狩りの獲物として命がけで逃げることになるなんて想像もしてなかったよ。変な喋り方だなお前。変な喋り方というか変な声だなお前。イカダはもうダメね。頑張ってゴミを集めたのにたかが一往復で壊れるなんて。よく持ったよ。でもでもアントンを救えてから十分ね。もちろんハイアイルまで逃げられたらよかったけど、これでも満足。私たちを守ってくれてありがとう。でこれからどうするんだ。この島で暮らす方法を見つけるわ。どうやら脱出はほぼ不可能らしいからね。うん、これが約束の報酬よ。そのうちまた顔を合わせるような気がするわ。アメノスは狭いし、私たちはここから出られないしね。そうだな。アメノス監獄から逃げられたし、アントンと私は何でも自由にできるわ。正式な手続きは経てないからはぐれ者になったってわけね。初めてじゃないけど。またイカダを作ろうかな。アントンと一緒に生き残れるのか。確かにジャングルは犯罪者だらけよ。でもホエールフォールみたいに追い続けては来ないし、追ってこない人もいるでしょ。ただ生き延びたいだけの人とも出会えるんじゃないかな、多分ね。今心配なのはアントンがその人たちから盗みを働くことね。そうだな、遠慮なく殺されるだろうなきっと。そんなバカと一緒にいない方がいいと思うけどな俺は。よし、じゃあまずは届けるか。なんかあったね。飛んじゃうかも。さてと、どこに？これか。宝物庫を解錠する。あ、ついてきてるね、バレンティン。このシストレスの鎧が欲しいんだよね。そのうち追加されないかな。まあ、いずれ追加されるとは思うんだ。そうやってきたからね、今までもね。鍵を入れよう。3つ同時に入れなくてもいいよな。いいんだけど、こんなとこに鍵あんの。鍵穴がどうだ。おい見ろよ、すごいな。中に入ろう。うん、多分私の予想だと大したものは入ってねえぞ。財宝が待ってる。やめとけ、あんまり先に急がない方がいい。眠らせて檻に入れるんだ。忘れるな、怪我させるなよ。ほら、おくてん、あなた宝物庫を開けてくれてありがとう。鍵の扱いはやっぱり上手よね。マルセル、その檻で何をしてる。あれ、かわいそうに混乱しているみたいね。私は檻の中のあなたを尻目にお宝を盗ませてもらっているの。なるほど、うまくやられたなバレンティン。マルセルが私の盗んだ財宝を盗む？またか？なぜ私はまだあの女を愛してるんだろうな。バカだからじゃないか、うん、さてどうしたもんかね。あなたは私の夫みたいに驚かないのね。でも彼が宝物庫を開けるのを手伝ってくれてありがとう。財宝を盗むのが簡単になったわ。嘘をついたな。これは全て計画通りだったのか。あなたは嘘だと言い、私は話を持っただけという平行線ね。まああなたの言う通りよ。私は長期的視野に立って計画するタイプなの。
しかしバレンティンは大人だから望み通りに財宝を分ければいいだろう。分けるですって？あのね、本物の盗賊は分けたりしない。自分勝手な家業なのよ。バレンティンはそういう掟だと分かっているわ。お宝は全部私のもの。悪いけど手下に命じて宝物庫を襲わないといけないの。それじゃね。大丈夫なのか？みんないい？財宝を集めてここを出るわよ。うちの奥さんすごいだろ。さてこっちは逃げ道が必要だ。ほらこの土とのみで出口を見つけてくれ。全然なんか怒りとか全然ないんだなお前。そんなことがもう今までにもあったんだなきっと。でこれをどうすんの？土とのみで壁を叩いて脆い場所を探すんだ。はいはいはい。火山のトンネルは諸島のあちこちにある。この辺りにもあるはずだ。本当にハンマーはいろんなところで役立つねこのゲーム。なんか脆そうなところ。あ、奥になんか隙間見えるぞここ。どう？うん、良さそうだ。だな。だからいつも土とのみを持ってるんだ。伝説の出よう。伝説のハンマーこの武器を使ったらいいだろずっとちょっと軽く叩いてるだけでこんだけの大岩を崩れさせんだからどんな武器よりも強いわ。自由になったな。さてやりかけの仕事を終わらせよう。奥さんに財宝をもう奪われたのにどうやって終わらせるんだ？マルセルが何もかも知ってると思ってるだろう。最初の宝物庫のことは話したが、もっとすごい宝物庫のことは教えてない。なるほどね。秘密は隠しとくもんさ。あいつは知らない。あの大きくて何の変哲もない宝石がより大きな財宝への鍵だってことをな。では彼女は宝石を置いていったのか？よっしゃ、土とのみを返しておく。ああ、私の土とのみよ、うん、何度も命を救ってくれたな。だろうな。さあ、宝石を見つけてマルセルより早く撤収地点に向かおう。生涯の愛の流れを変えられるかもしれん。無理だろうなきっとそのハンマーいくらで売ってくれる？さて何が待っているかね。あ、なるほど。いつもの道に戻れるということね。いつもの道というか今までのところに。出口だ。はしごを用意するから宝石を探せ。マルセルが置いてった施錠箱のどれかにあるはずだ。なるほど。これだろ、シストレス姉妹の施錠箱。夜明けの宝石。ちゃんと私たちの分も置いてってくれたみたいな。夜明けの宝石に間違いない。全く輝こうともしない。さあはしごを登って外に出るぞ。なんでこれ置いてったの？あの人たちは。出られた。次はマルセルに言われた撤収地点へ向かおう。分かった。急げばマルセルや手下より先に撤収地点へつけるぞ、きっとな。なるほどね。置き去りにしちゃうってこと？やった。高い。撤収地点で待ち合わせよう。分かった。誰か砥石を持ってない？
ここが撤収地点。登れ、登るんだ。このロープか。よし。友よ、やったな。撤収地点に一番乗りできそうだ。じゃあこのロープを上げてしまえばいいんじゃない。どうやって。私を見くびってるからこうなるんだ、愛する妻よ。ほら、そのロープをちょきんと切ってやろう。クソ、バレンティン、まさかそんな度胸があったなんて。すぐに会いに行くからね、約束よ。もちろん約束だ、愛しのマルセル。マルセルは怒ってるが、そのうち収まるだろう。競争相手がいるから私たちも熱くなれるのさ。彼女がジャングルから出る別の道を探す間、我々はアメノス監獄から出る次の船に潜り込もう。さて、私の宝石だが。さあ、宝石を受け取れ。ああ、見事な品だな。マルセルは伝説の重要性を理解してなかったのさ。だから今回は出し抜けた。まあ、おかげでうまくいったよ。お礼にこれを受け取ってくれ。あ、飲みか。ハンマーをくれ。いつか夜明けの宝石をどこに持っていくべきかを突き止めてみせる。お前のハンマーが欲しい。それで夜明けの文句の財宝は私のものだ。あるいはお前に連絡するかもな。心強い味方になってくれるだろうから、うん、その時は待ってるよ。他の財宝が隠されている場所を知らないか。まだ情報を集めてる段階でな。さっぱりだ。伝説は調査しないとわからないことが多い。しかしいつかわかるのさ。でもまずは宝石を隠さないとな。マルセルが戻った時騒いでほしくない。なるほどね。奇妙な夫婦関係だなお前たちは。まあそうかもな。だが競争は結婚生活のいい刺激になってる。私たちは本当に愛し合ってるぞ。では次に何をするんだバレンティン。まあまず島を出て例の調査をするさ。それから少し休む。特に略奪に成功した後はくつろぐのがいいんだ。マルセルの戻りに備えてロマンチックなことも計画しないとな。ロマンチックなこと。そうだ、ずっと前、高級ワインとギフト用スイーツに少しロマンスを足せば空気が和らぐと分かったんだ。マルセルも競争に勝った私を殺したがらなくなるだろうから。うん、これぞ幸せな結婚生活の秘訣だ。別れた方がいいと思うけど。また会おう、どうもよ。また会おう。戻れるのか。あ、なるほどね。意外と貴族多いよねここね。なんかどっか旅の頃開けてたっけな。開いてない、一つも一つも開いてない。ここはちょっと目指そう。ここに行かなきゃなんないからね。全然メインクエストが進まない。銀貨三枚、貴族に祝福あれ。ゴンファローネを出てよかったわ。規則に従えば模範囚でいられるわ。規則？俺は規則に従ったからここにいるんだぞ。この門の先はアメノスのジャングルだ。残りの人生をそこで送ることになる。この者はジャングルを出られないと分かってる。けれどあの門をすり抜けた誘惑に駆られることも。周りだな。でアメノスからの脱出。キャスカと話す。キャスカがいるの。離れ離れになったんじゃなかったの、ザジと。なんかこれちょっとネタバレになってやだなこれ。もう先に生存が分かってしまう。やっぱ出会ってさあ、生きてたのかってなりたいのに。これはちょっと不親切だね。まあ生きてたるとは思ってたけどさ。そりゃそうでしょ、死なねえよキャスカは。あんな屈強なんだもんだって。
だまきだったかな今。聞いてくれ、計画はうまくいく、約束するよ。私はこんな島にいたくない。どうした？イカダですって。いくらも進まないうちにすぐ岩に激突してしまうわよ。そうだな、あなたも来るんでしょ。お前の議論に巻き込むな。この者は混乱してる。私の計画だって同じくらいまともだ。なぜ私を信じてくれない？無実でも役に立たないわ。モーロッチだってこの島からは出られるわけがないんだ。なんで、どうなんだこれ。この間抜けは道理をわきまえないんだな。モーナード家の衛兵を誘拐するだと？全員を公主刑にしたいのか？なぜアメノスをそこまで出たがってるんだ？同じ階級の者たちから不当に追放されたんだ。わずかな財産も商売も全て奪われた。報復してやる。この間抜けが邪魔をしないといいが。イカダでアメノスを出られると思うのか？アメノスへは船で何も問題なく海を渡った。キロも同じ方法で行けない理由はないだろう。私の連れが頑固に主張してる計画より安全だ。後悔の経験はあるのかお前。いや、だからこの冒険にあのカジートを招待したんだ。確か昔は船乗りだったはずだ。勘違いかもしれんが、賛成してくれると思ったのにほとんど何も言わない。それでも自分の計画の方がいいのは間違いない。本当にそうかね。この島を二度と離れられない気がする。あの二人が脱出計画を立ててる限りはな。うん、私もそう思う。私ならこの熱にやられたバカの言葉は聞かない。あなただって聞くべきじゃないわ。いかだですって。前に試した人がいないと思うの？それよ、うん、アメノスから出ようとしてるのかそれで。いいえ、ここが大好きよ。残りの一生をアメノスという楽園で過ごすつもり。なるほど。なんて言うわけないでしょ。違うんかい。こんなサスナカからはとっとと出てきたに決まってる。私は何もしてないんだ。おまけにこいつら船で脱出できると思ってるんだから。うん、君はそうは思ってないようだな。当然でしょう。船を一隻だけ奪って衛兵か何かのふりをして乗り込めばいいと言ったのに却下された。そっちの方が、そんなのうまくいくわけないって。そっちの方が確実だよ。だから代わりにイカダを作るのよ。それならうまくいく。変わんないんじゃないの？さっきの計画と計画を決めかねているようだな。なかなか意見が合わなくてね。でも私一人じゃ計画を実行できない。ついてないことに頼れそうな人もいない。でもここで死ぬわけにはいかない。一人でもアメノスを出てやる。なんかこういうやつらを助けてやれねえのかな。なんかでも悪さして入ってるからさね、それを助けるっていうのもまた違うとは思うんだけど。